しの戦いが熾烈を極める中、勢いを増した妖魔軍は大軍で演習。その事態を重く見た異界の勇者ネメアは、異界の忍びアヤネ、三国の舞姫朝鮮と共に妖魔が満ちる地へと赴く。元いた世界は違っても、悪しき者を倒したいという思いは一つ。この地には妖魔の闇の力が満ちている。噂は真実だったようだ。でも変ね、妖魔の大半は私たちに他の何かに気を取られているようですね。ですが一体な、誰かが妖魔と交戦している可能性があるな。だとすればその者が、もう少し妖魔に近づこう。もし襲われている者がいるなら救う。共に戦ってやろう。この地は妖魔で満ちているな。闇の者を一掃する。敵だ、敵が来たぞ。何？背後からも敵だぞ。どんどん、あいつを倒すんだ。誰か妖魔に囲まれているのかしら。急いで助けた方がいいわね。このままでは関所を抜けるのは厳しいかと。まず金の砦を攻め、敵を誘い出しましょう。させてたまるか。おすめの舞台を出せ。敵を引きつけるためにさらに参りましょう。おねごと噛み砕いてくれ。数でおすべし。よっ、おい、暴れやがって。おい、もっと人数を集めてこい。よっ関所を開けたか。今だ、一気に突き進む。まずは妖魔の増援を止めるべきね。本陣が楽になるはずよ。お呼びでしょうか。戦場を切り裂いていく。で運命を切り開くかのよう。で口当てろ。せいぜいあがくがいい。敵将打ち取りました。私でよければお相手しましょう。
勲章である。出るぞ。私たちには不利なようね。困難ならば対決し乗り越えるまで。本陣が落ちないよう死力を尽くす。よ敵も少しはやるようね。噛み砕いてくれよ。
向けた忍び。あやねは里より差し向けられた追手です。でも今はそれどころじゃないわ。妖魔と決着をつけるのが先よ。ごめんなさい。でもこれは私たちの問題だから。騒がしいと思えば新たな異界の者が現れておる。そうなのか。いるぜ。遊んできていいだろう。おっさん、大軍正面からは攻められない。二手に分かれて攻撃を仕掛けるぞ。わかりました。崖の上は私に任せてください。あんただけじゃ頼りないわ。私も言ってあげる。あやね、したものよ。私こそ真の三国武装です。目の覚める戦ぶり、お見事。あやね、どうして私と。私のことが憎いんじゃ。言ったでしょ、しましょう。遊びが過ぎちまったか。じゃあな、姉ちゃん、楽しかったぜ。これは少々厳しい状況だな。あなたがいれば大丈夫ね。頼りにしているわ。敵将撃ち取りました。このままではまずい。誰か救援を。秘伝から強き力を感じ、どれ我が輩の操り人形としてやろうぞ。まがまがしい気が立ってみせる。このままではまずい。誰か救援を。と英雄たちの戦いが熾烈を極め、その元この地にはよ。でも誰かが申す。共に戦ってやろう。この地は妖魔で満ちている。身の者を一掃する。敵が来たぞ。何、入るからも敵だと。えい、さっさとあいつを倒すんだ。妖魔
所では出るぞ。
戦の闇を払うぞ。因縁があるようだ。はい、私は里を抜けた忍び、あやめは里より差し向けられた追手です。でも今はそれどころじゃないわ。妖魔と決着をつけるのが先よ。噛み砕いてくれ。あなたには死に方なのでしょうか。あんたには関係ない。ごめんなさい。でもこれは私たちの問題だから。騒がしいと思えば新たな異界のものが現れておる。そうなのか、いるぜ。遊んできていいだろう。よりのおっさん。敵は大軍、正面からは攻められない。二手に分かれて攻撃を仕掛けるぞ。まずい。分かりました。崖の上は私に任せてください。あんただけじゃ頼りないわ。私も言ってあげる。あやね、さすがの働きじゃ。お呼びでしょうか。出るぞ。遊びが過ぎちまったか。やな姉ちゃん、楽しかったぜ。私こそ真の三国武装です。少々厳しい状況だな。危ないところでした。援軍感謝いたします。さすがですな。将兵らの士気も高まりましょう。さすがですな。将兵らの士気も高まりましょう。よし、この無敵の体に挑もうてか。俺に挑んだら後悔させてやる。
しく引き下がろうぜ。妖魔が引いていく。この戦い、我らの勝利だ。俺たちの勝ちだ。ここにも異世界の風景が混ざり込んだか。妖者の影響の大きさが知れるな。あの、先ほどはお世話になりました。私は少女よ。ここは妖魔のはびこる世界。勝手をし、かすみさんでしたね。よろしければ。でも行く当てがないなら好きにすれば。あやね、本当に言っておくけど、元の世界に戻るためよ。その方法、あんたはそれなりには強いわ。だから何かの役。あやね、朝鮮さん、ネメアさん、これから名門演技。これを受け取る。そこまでの。あら、